ヘア紹介してほしいです。ヘアはダスキン入れて完璧にした状態で紹介したいと思います。イベントじゃない日の1日の最高売上。イベントじゃない日の1日の最高売上。でも1000万とかは普通にあると思います。彼氏が出会い系興味でやったらしくて、どうしたらいいですか。出会い系とかやってる彼氏と付き合わないです、私は。バッグの中の必需品は何ですか。え、何入れてるやろ。鏡と化粧ポーチと持ち運び充電器と携帯と香水と財布とサングラスは絶対入れてます。高校生なんですけど、みゆちゃん学生時代のお話聞きたいです。学生時代、高校時代の記憶が高1でやめちゃったんで、全然制服着て私デートしたかったんですね。そんなんとかも隠してないんで、その高校生の時に楽しかった思い出が一切ないんですよ。ほんまに一番好きな旅行先、私めっちゃくちゃ旅行行ったんですけど、一番好きなのはハワイ。まあハワイはマジで2年前とか6回ぐらい行きました。2ヶ月に1回ぐらい行って、みんながどんだけ行くんって言われたぐらい。キャバクラやクラブのドラマが過去にありましたが、現実もドロドロな関係とかあるんですか。まあ私基本的にキャバ嬢の友達いないんですね。ほんまの友達は夜やってないんで、ドロドロってよりなんやろ、別に店とかで喧嘩とかもないし、いじめられたとかもないし、あんま深く関わらないんで、ドロドロとかないですよ全然。みゆちゃんと一日お出かけしたいです。一日きついですね。YouTube ですか？密着や考え方など見たいし聞きたいです。一応一日密着も撮りたいと思います。じゃあ水着ってどのくらい持ってるんですか？それも撮ったんですよこの間 YouTube で。だから見てください。みゆちゃんを指名したいです。女子だったらどのお酒が嬉しい？女子やったらとか男子やったらとか関係なく、もう高いお酒が好きなんで、私のインスタグラムを見てくれてる方わかると思うんですけど、ラベーっていうシャンパンが一番好きです。兄弟いますか？いたら仲いいですか？兄弟は妹がいます。10個下の私だから24歳の14歳の妹がいます。結構知らん人多いと思うんですけど、一番好きなブランドはハリー・ウィンストンです。理想のプロポーズ聞きたいです。プロポーズはほんまに私はね、なんかベタなプロポーズが好きなんですよ。好きというか100本のバラみたいな感じでされたいです。ナンパされたら。ナンパされなくなりました。でもそのナンパされたらモテるって思ってる勘違いもんの多いじゃないですか。ナンパってほんまに可愛い子ってされないと思うんですよ。可愛すぎたらナンパできなくないですか。なんかこの子いけないって思うから。だから私ナンパされるのっていけると思われてるからナンパされると思うんですね。だから私はナンパされたことないです。友達になる条件ありますか？友達になれないんですよ、あんまり。なれないというか、私、わがままやし、こっち系の性格じゃないですか。こう、自分が一番みたいなとこあるんで。私、ほんまに性格いい人じゃない、友達になれなくて、親友が3人しかいなくて、もう昔からしてる友達なんですけど、夜の友達はもういないんですよ、一切。努力してることを表に出してない気がするんですが、毎日欠かさずしてることを一つ教えてください。毎日欠かさずしてること？ないねんけど。すっごく可愛くて声も可愛くて完璧です。声可愛いって、私なんか動画で自分の声聞いたらめちゃくちゃ嫌やって。もっと可愛い感じでやりたいんですけど、素が出ちゃってこんな感じで。笑い方やばいって言われるんですね。みゆちゃんが出会った中で一番いい男はどんな人？どんな人っていうか、私はまあ基本的に私のことを一番大事にしてくれて尽くしてくれる人がいいんですよ、一番。まあ付き合ったとしたら、他のキャバクラに行くのも嫌やし、私より違うキャバクラでお金使われてるとかも論外やし、まあでもそんな人なかなかいないじゃないですか。で、私を一番に思ってくれる一途な浮気しなくてお金持ちで、でまあ求めすぎていないですよね。はい。同伴は毎日ですか？同伴全然しなくて、マジで仲いい人としか行かないんで、マジでほんまに同伴はそうなの、毎日はしないです。たくさんお金を使ってくださるお客様をゲットするには？ゲットっていうか、勝手に集まってくる。なんて言ったらいい？私エース入って、インスタがきっかけで知り合うお客様多くて、ああ有名なみゆちゃんだよねみたいな感じで来た人とか、まあエースに来るお客様がお金持ちなんで、ゲットするって難しいな。でも指名で来てくれたら絶対インスタの印象よりはいいって言われます。こんな感じでめっちゃバーって言うんですけど、実際来てくれたお客様とか私のお客様でも神対応なんで、私だから性格いいって言われます。実は地方のクラブに体験無理です。それはエースファクトリー以外は働けないです。男をどう思ってますかって来てねんけど。どういうこと？男をどう思ってますかって。男をどう思ってますか、分からん、その人によりますよね。初恋のエピソード教えてください。もう初恋とかね、もうぶっちゃけ覚えてないんですよ。多分一番最初に好きな人って小6とかですよね。バレンタインチョコあげたぐらいから全然覚えてない。みゆちゃんが使ってる香水知りたいです。香水はディオール使ってます。ミスディオール。
性格が好きすぎます。周りからよく言われる性格は何ですか？優しい、明るい。性格好き、私のやばくないですか？でも自分が好きな人に対してはめちゃくちゃ性格いいと思います。今の生活に満足してますか？もう満足しすぎてもう毎日が日々グレードアップします。今まで一番高い買い物は何ですか？今持ってる中やったらハリー・ウィンソンの1400万円の指輪買いました。休みの日は何してますか？休みの日は本当に引きこもりで家にこもってネットフィリックス見てます、ずっと。好きな人に浮気されたら許しますか？それともさよならしますか？私浮気する人と付き合わへん、付き合わへんってか、まあ付き分かんないじゃないですか。でも浮気って、まあ、バレなかったら浮気じゃないじゃないですか、ぶっちゃけ。でも浮気する人は無理です。もうバレた時点でもうさよならですね。アンダーヘアは完全脱毛ですか？あ、もう全もうだ全部ないです。全部。いつからキャバクラで働かれてるんですか？体験とか行き始めたのは18歳の時です。付き合う人はお金持ってる人じゃないと無理ですか？お金持ってる人じゃないと無理っていうか、お金だけやんみたいになるんですけど、てかまず仕事できる人、お金持ってる人前提で見るんで、その仕事できる人しか、尊敬できる人しか好きにならへんから、イコールお金持ちじゃないと無理ですね。じゃあハイブランド以外でお洋服買うお店教えてください。私ザラとかベルシカとか結構買います。服は全然高いの持ってないです。みゆちゃんの歌聞きたいです。カラオケ？カラオケ私全然しないんですよ。でも洗顔をするとき何分間ぐらい歩い続けてますかって、すごいな。わかる、数えたことない。キャバクラ卒業したら何をしたいとかって夢ありますか？キャバクラ卒業したらもう結婚して幸せになりたいです。あと世界一周とかしたい。恋人や友達とお金の貸し借りしたことないですか？ないです、ないです。もう貸してとかいうやつ論外です、マジで。でまあもうこんな感じで大量に来てるんで、また質問コーナーはやりたいと思います。皆様最後まで見ていただきありがとうございました。とチャンネル登録とインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。